みんな俺のやること見下しやがってよ。復讐だの家族を守りたいだの猫を救うだのああだのこうだのみんなすごい夢持ってていいな。じゃあ夢バトルしようぜ。夢バトル。パワー。ああ。パワー。パワー。パワーってなんだ。な。なんだよこの茶番は。ひどいな。原作愛がないな。じゃあやっていきましょう。夢バトルしていきましょう。夢バトルしていこうぜ。はい、どうもホラフキンです。それでは今回もねマリオ人狼やっていきたいと思います。それでは他の参加者、皆さん集まってください。やっていきましょう。あ、まずねみんな1から挨拶していきましょう。1から挨拶並んでください。はい、じゃあいきます。じゃあまずはこの方、ちょっと待ってください。名前忘れちゃった。すいません。ちょっと。デンジ。じゃあ行きます。どうもこんにちは。デンジ、チェンソーと言います。名字がデンジで、名前がチェンソーと言います。よろしくお願いします。いや、全然違いますけど、まあ、いい。いや、それぐらいにわかなのがあなたなんでいいです。チェンソーもみんな見てくるよな。夢バトルしようぜ。そんな言わねえよ、夢バトル。そして、どうもパワーです。いや、好きな食べ物それ筋肉なのよ。筋肉なの。パワーで押していきたいと思います。おっぱいでかいね。パワーなんでプルンプルンです。すげーパワーだ。すげーパワーそしてはい、どうも、チェンソーマンって何ですか。知っとけえ、あの調べてきます。はい、はい、そしてサイヤ人の王子ベジータだ。チェーンソーマンか。いやーちょ、なに。そして、なんすか。なにまだ俺に言わせんのか。チェーンソーマンか、恐ろしいやつだな。はい。そして、ベジランです。チェーンソーマン、まだ声優決まってないのに、なんかもう、トシンさんの声で固定されそうで怖い。お願いします。いや、もう決まっちゃいましたね。そして、ジョジョの奇妙な冒険よりディオだ。モンスターストライクでこれがやるからな。ぜひ遊んでくれよ、ザ・ワールド。おお、でもディオいなくないですか。ディオいなくない。誰か呼んでください。よろしくお願いさあ、やっていきましょうか。夢バトルお願いします。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 今回はこのレザムがゲームのルールを説明するぜ。各プレイヤーはラウンドの開始時にそれぞれの役割に割り振られる。イノセント、デテクティブ、スパイは市民陣営、トレーダーとネクロマンサーを倒せば勝利となる。トレーダーチームは裏切り者、トレーダー以外の陣営を倒せば勝利となる。ネクロマンサーは第三陣営、ネクロマンサー以外の陣営を倒せば勝利となる。さてさて、これら一癖も二癖もある連中に囲まれて、どんな事件を巻き起こしてやろうかな。5、4、3、2、1、僕デンジ。イノセントです。イノセント。俺は探偵だ。パワーです。探偵か。パワー。ディオが探偵だ。お、ナイス。なんか水の中絶対服従するように。水の中早いな。なんかデンジ元気なくない。デンジ今入ったよ。デンジ今入った。いや、そんなんじゃないけど。ボーッとしてんじゃねえよ、ベジータてめえお前は。なんか酔っ払ってるけど大丈夫。デンジこんなんすよ。デンジ。あれなんかさっきとだいぶ変わった。いや、デンジこれっすよ。最初から。ベジータ動いてねえ。ベジータ。あの、ファンに怒られるよ、マジで。いや、お前ちょっと動けねえんだ。動けねえの、動けねえ、了解。動けねえ。俺はゲームに参加できてねえんだ。ジョジョにキャラを掴んでるってことは、お前ジョジョか。何？ジョジョだけか。そんな鼻。で、ホラさんよ。はいはい。今回役職はどんな感じなんだ。あ、役職は、ネクロマンサーと、スパイ、うん。これがなんかね、一番しっくりくるんでね。うん、うん、うん。他にやってほしい役職とかありましたら、コメントとかでリクエストしてください。お願いします。デンジのことを話していいですか。ちょっと話してください。デンジの話。ちょっと僕本当にチェンソーマン1ミリも知らねえんすけど、デンジの名前チェンソーって言うんですけど、
なんで顔にチェーンソーつけてるか知ってる、みんな、僕のこと。え、なんで教えて、教えて。教えて。教えて。知ってるけど教えて。これさ、友達が冗談半分でチェーンソーのこのお面かぶれとか言って、うん、いじめでさ、俺のことチェーンソーマン、チェーンソーマンってふざけんな、ほんとに。もうね、1ミリもその声で入ってこないわ、内容が。夢バトルしようのか、夢バトル。ちょっと待って。なんです。いや、リュンさん、リュンさん、なんか、探偵になったら使いたいって言ってた能力ありませんでした？なになに？探偵になりたいって。そうだな。それこのディオは、ランダムテスターだっけ？じゃあ、みんな、じゃあ、使いませんか？みんな集まりましょう、集まりましょう。集まりましょう、集まりましょう。おいおいおい。人間の文化は進化してるからな。まず、リュンさんの場所教えてもらっていいですか？リュンさんどこいます？赤い屋根の家の裏だ。みんなのとこで降りてきてもらわないと。みんなのとこで降りてきてもらわないと。あ、痛い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 。もう鼻声で、何言ってる？じゃあ、置いてください。誰からやるか、ちょっとディオが。誰でもいいっすよ。誰した方がいいんじゃないか。あ、待ってくれ。蘇生買ってるから使えねえわ。いや、蘇生もう一個買えます。それもう一個買えますよ。あれ？大丈夫？あ、カメラ置けば、カメラ置けば買えます。あれ？カメラ置いて1分の1なんだが買えないぞ、これは。買えないっすか？買えない、うん、そんな高いものだったっけ、あれ。1分の1で、1分の2だったらもう一個買える。やばい。くそ、俺のカメラが壊された。おいおい、エクタンが死んでるじゃないか。何？エクタンが死んだ？ミシロさん、ミシロさんあれ死んでる？彼は生きてる？イノセント。ミシロさんも死んでる。水に浮いてる、ミシロさん。まずいな、まずいっすね。今の誰がアマングアスをしたんだ？アマングアスなんか出たよね。え、なんかニャムニャム言ってる、ニャムニャム言ってる。あ、てことは、人外だな。人外いますね。どこにいるの？俺と、リュンさんは探偵だから、うん、俺は違うんで。ニャムニャムの情報を落としたホロさんは白い。白いっすよね。なるほど。ただ、ニャムニャム俺は聞こえてないぞ。え、マジで？俺の方で聞こえたから、トッシーさんか？トッシーさん？喋れる？違うか。リュンはちなみにどうだ？聞こえたか、ニャムニャムを。ニャムニャム俺、聞こえましたよ。おい、エクタン、復活させてやったぞ、俺の知恵な。おお、最高ですね。誰が犯人か。誰が犯人？あ、確かに。そうだね。おお、犯人はね。うん。そうやな。犯人は誰か教えて。いや、そういうのいいんで、普通に言ってもらっていいですか。はい、多分ホラさんで。いやいやいや、なんで。証拠は？証拠は？証拠だって俺天カメで見てたし。天カメで何を見てたの？確実だな。いや、みんなが集まってるところ一人だけすぐ逃げてたホラさんが。いや、俺一瞬で見えたから、その逃げましたよ。まあ、この場に姿を現していないホラさんは怪しい。そうか、そうか。怪しいっすか。分かった。じゃあ、ホラさんじゃないという体で行こうぜ。あ、顔出したら、白に。俺じゃねえか。いやでもなんかそういう素振りがね、豊かちゃんにはないんだよな。あそこにホラさんがいるぞ。あ、ロケラ持ってる。ほらやっぱりめっちゃ広じゃないか。そうじゃないか。まずいそうじゃないか。よしよし。いやー、それか。ダメ持ってるんだよな、このディオは。なるほどな。よしやべリュウさんが吹き飛んだ。なんだって？リュウさんが吹き飛んだ。ホラさん、俺は味方だ。味方か、本当に？俺は味方だ。俺は人外だ。人外か。じゃあ、まずピッコロやろうか。エクタンを務めてからやろうじゃん。分かった。俺はネクロマンサーだ。分かった。それ、絶対信用す。じゃあ、まあ、分かりました。よしよしよし。京都。先ほどニャミニャミがこの俺だ。エクタンは、その先にいますね。その先しゃがんで隠れてる。あ、でもちょっと今、またしゃがんだな、あいつ。その中にいますね。その建物の中にいるね。いや、これ外だな。いや、中。あ、外か。外だ。貴様らずるいぞ。貴様らずるいぞ。いや。まあ、そういうゲーム。まあ。ずるいぞ、畜生。まあ。人外どもめ。人外。どうしようかな。何でやるかな。また増えたぜ。よし、このディオが復活だ。ええー、
そうほらちょっとピッコロ協力しよう、ピッコロ、ピッコロ協力や。ほらさ、だからそんなことでやってっからだよ。あよし、あやべ、やばいやばい、うわ騙された、もうやるじゃん。あでもあれだよ、あの一番最初のところにベジータいる。そこいる、気をつけろ。うわナイス、うわっ取ったね。なんだ、いやマジか、えなんだ、よし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 、やるじゃねえか。おあマジか、3体、えにゃむにゃむ、ちなみにあと一発しかない。任せよし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 。いやでも知ってるんですよ、パワーは知ってます。エクタンさん結構えぐいとこに逃げてるっていうこと。えぐいとこに逃げてる、まあまあまあ、なんか建物裏に、あくそったね、この武器めっちゃ、よしよし、この武器めっちゃ、この武器まずい、どこどこどこ、なに、よし、ま、やばい、弾がない、弾がない、弾がない、よし、チャンスだ、弾がない、チャンス、後期弾がない、ブレン、あくそ、ほっ、あくそったね、うわいやー、危ねー、一番最悪なパターンになっちゃった。だから最悪なんだよ。褒めろつだ、褒めろつだよ。いや褒め、なんで俺敵陣だから褒める理由ないじゃない。いや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 、共闘しようぜって言ってたじゃねえか。いや共闘全然してないや。俺が殺されてからやっと出てきたじゃん。4、3、2、1、イノセント、イノセント、デンジちょっとイノセント言うの早すぎないっすか。いや、あのデンジのことを疑うフロさんめっちゃ怪しくね。疑ってない、いや、イノセント言うの早かったってだけで、別に怪しいとかじゃなくて、怪しいとかめっちゃ分かる、雑殴り、あのじゃあ言うすけど、俺言うすけど、俺、うん、俺、うんうん、スパイなんすよね、デンジ。デンジスパイ先に言っとかないと、これ、デンジが死んだとき、あの、赤いマーク出るしょ、うん、確かに。だから、それでトレーター扱いされたらたまったもんじゃないでしょ。トレーター側喜んでんじゃないの、これ。ちょっと、デンジやらかしちゃった主人公なのに。やってんの、いや腹立つな、そのキャラ、そのキャラ腹立つな。デンジもデンジだから許してくださいよ、ほんとすいません、ちょっと待って、ホラスさん、ホラスさん、ここ今ベジータがいたよ、ベジータが、ベジータ、ベジータ探偵、あーお前壊したかった、ベジータ探偵、今ここ開いてたんですよ、ベジータどうしたの、ベジータどうしたの、ベジータ探偵、穴が開いてた、穴が開いてた、そしたら好きな穴っすか、俺のこの探偵のカメラぶち壊したかったな、貴様みたいな。OK、あなたって。僕、俺デンジ。そう。どういうことだ、俺デンジ。あ、ちょっと待って、甘かった。俺じゃない。向こうに出て。俺じゃない。アマンガ通ってた。いる、俺じゃないよ。俺さ、俺ちゃうよね。誰デンジが撃ってくる、デンジが撃ってくる。デンジスパイだって、デンジスパイだよ、デンジスパイ。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 ナイスナイスナイス。息も酸っぱい。あの、ホラさんもね、今かまってたような気がしたよ。いや、俺は違う。向こうに出てたやん、あれ。遠くに。なんだ、食ってる音がしてる。でもこれ、リュンさんシールド持ってるから、合ってるね、多分。うん。ほらさ、なんか食ってる。ってことはパワーはイノセントか。です。おお、ね。え？いやでも、何？ユンさんを殺したの？ユンさんは死んだの？ユンさん死にました。ユンさん死にました。気になってるんですか？いやいや知らないです、知らないです、俺知らないですよ。興味ないですよ。死体を見たいんだから。あ、ユタコさんこっちこっち。ユタコさんこっち。オッケーオッケーオッケー。こっちここの下。よろしいだろ。びっくりした、もう。これ。で、ここにシールドが置いてある。オッケーだ。キャプテンシールドが置いてある、ここに。待ってよ、ホラーさん見てるね。いや、見てますよ。取れた。あ、取れたか。ミシロンさん、さっきのダメージ食らわなかったの？いや、俺水のす、あ、待って、ホラーさんごめん。俺なんも白いって。白いって、俺、もう。右端の。俺、ビビって、家隠れてるだけよ。ボックスあるぞ。右端の奥だ。こう、どこだ？あ、でも、エクターさん確定だから。エクターさん死んでんの？
あ、本当だ、助かる、助かる。え、エクタンさんは生きてる？いや、死んでるな。あ、死んでる。あ、じゃあ、イノセントいな、イノセントか分かんないけど、エクタンさん。いや、ちょっと死体があったら、うん、でも人外は確定ですよ。だって、アマースのあれやってたもん。あ、もう、トシタン撃ってきた、トシタンの死体の場所分かりますよ。トシタンの死体の場所分かりますよ。ここ。俺、トシタン撃たれたんで。待って、これいいじゃん。いやほら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 えこれもう俺目線だとアイタンがネロマンさんじゃあ取れたらいるってこと違うじゃあトシンさん本当にスパイだったんだってことが終わってないっていう時点でじゃあさホラさんかいやいやいや俺ちゃうよじゃあ証拠見せ証拠見せじゃあ証拠見せるからここ来てみんなここみんな集まって何ですかミチノダ、ミチノダ、ミチノダも。行かなきゃダメっすかちょっと、いやいや、おそらかれた。ちょっと待って。出れなくなったんだけど。出れなくなったんだけど。トーマスによって塞がれたんですけど、どうすればいいっすか、これ。おとなしくどうしろ。あれ、怪しいってる。豊かな死んだんだけど。あー、マジか、負けた。負けたファイトホラさん惜しいファイトいや意外と遠く見えるないやあと一歩で勝てねえなんで負けた今トーマスで死んだの爆発で死んだトーマス5 4 3 2 1イノセントいや判定です判定です判定っすホラさんが探偵とか、僕が頼りになるな。はい、頼りにしてください。カルトさんやられてる？じゃあみんな、ちょっと今。何もやってないのにって思った。オッケーオッケー。ごめんなさい。ベジータ今俺助けたから命の恩人だよな。命の恩人だ。じゃあちょっとみんな集まってもらっていいですか？ちょっと広いところ。オッケーオッケー。いいですよ。じゃあ。そんなヒーローの名前は。ちょっとあれに爆弾だけに気をつけて、テスター出しますね。せーの、オッケー。あ、ちょっと待って、そっち行きたい、そっち行きたい。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ゆっくり降りないと死んじゃうからさ。なるほどな。はい、オッケー、オッケー。テスター出すよ。せーの、爆弾はもう出したですね。爆弾置かないですね。せーの、オッケー。ああ、ミッションだ、ミッション。待って待って待って。どうした？あと一人。電池。電池。緑、お前電池だろ、お前。電池。やばい。閉じた、閉じた。やった。電池やりました。ホラさん、俺スパイです。あ、スパイ。明らかに怪しかったよな。電池。まだ触れるんじゃないですか。まだ触れるね。これ、リュウさん怪しいな。リュウス、いや、そこ。あら、これで分かったでしょ。まあ、これで白。俺たちが左腕と右腕になります。じゃあもうリュウさん、消去法でリュウさんですね。ベジータ。ベジータか。待って、アヒルが出てます、アヒルが。ベジータ。やった。じゃあ、あとリュウさんだけっすね。おい。ホラさん、ごめん、見間違いだったら怖いから、見てほしい、死体。死体を見る。ああ、確かに死体。でも、消去法でリュウさんしかいないね。リュウさん、ここにいます。この先にリュウさんいます。ここにいます。真ん中にいます。俺持ってきました。真ん中。待って、そこ爆発するから。こっち。もうでも、リュウさんやれば終わりだから。リュウさんやりましょう。みんなこっち来て。リュウさん、ここにいる。これ透明になってる。泳いで、どこ。なぜホラさん見えてる？ダメだ、そっちアヒルいる。まさか止まった時の中に入門してきたのか？リュウさんね、ぐるって回って裏取りに来てる。足速くしてる。足がね、めっちゃ裏来てる、頭ってんとかいいか。やばいな、早くホラさんワンパンチだ、多分ワンパンチっすね、見た目的に。そこにしゃがんでますね。ワンパンチ気をつけて、足早くしてワンパンチで来るわ。今中央来るかも。中央。めっちゃくちゃ実況するじゃないですか。見た。よし。中央やばいよ。どこ行った？いた。リュウさん、諦めましょうよ。お母ちゃん泣いてますよ。お
通してください。いやいや、このディオが貴様らに服従するとか。いや、透明なんだよな。透明なんだよ。そこ、エクサさん近くにいるよ。いや、エクササイズ。おい、エクササイズ。裏取ってるかも。そこそこ、あ、今ダメージ入った。そこいる、エクサさん、いる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 。危ない。ミチロンさん、ミチロンさん生きてる？ミチロンさん死んじゃった？死んだのか、マジか。いや、しぶといな。しぶといな。もういいでしょ。いや、今ね、透明になってるからね。いやー、見えない。いや、なんか違う武器買ってるかも。違う武器買ってるかも。あ、そうかもしれないね。やばすぎ、バルタ。危ない。いや、あ、そっか、俺、サメ買ってるからダメージ入んないんだ。そうか、じゃあ頑張るわ。そこそこ、今。いたな、今。いた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 。ナイスナイスナイス申し訳ねえ、デンジやらかしたなんでさ、あの素材役買ってな。4、3、2、1、イノセント。デンジ、デンジ、ちょっと来てほしいんだけど。デンジ、どこにいる？デンジ、今、あ、こっち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 来てほしい、こっち来てほしい。はい、デンジでーす。電磁ております、はい、ここになんか見たことある顔の人いるんすけど、これ誰ですか？あ、本当だね。まあ、これね、電磁のいとこのおじいさん、はとこの。え、どんな感じでしたっけ？ねえ、ネグネのおじさん。お、電磁じゃないか、久しぶりだな、電磁。電磁さん、最近マリオ人狼に呼ばれて人狼扱いされてんだ、みんな逮捕してくれよ。けしからやつだ、ほら、付近逮捕だらしいぜ、ほらさ、逮捕だって。何罪っすか？何罪、おじさん。何罪にするのかな？傷害罪だ。傷害罪って何の？イクタンを誹謗中傷しとるだろ。イクタン誹謗中傷、あ、なんだ？待って待って待って、イクタン誹謗中傷罪だ。中傷罪って。なんだ？ベジータが。これベジータっすね。これ出すの、ベジータっすね。アヒル来た、アヒル来た。ガルトさん、やべやべ、アキラ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 、ガルトさんだ、ガルトさん。いや、これベジータほぼ確定じゃないですかね。今、ホラさん、ガルトさんがやってた。ほら、向こう、後ろ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 、痛い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 。ガルトさん、味方じゃないのか？俺じゃないよ。ガルトさん、ガルトさん、あ、ベジータ違うかな。ベジータ違うかな。間違えた、これじゃない。ハルトさん、なんか何持ってた？ちょっと許して、いや、許してください。俺パーだと、俺パーだと。見せてくれないと話せないですよ。ちょっと何を見せるの？いいもん見せるんで、ちょっと待って。いいもの。俺も見せるから。見せて。何見せんの？これ。いやいやいや、ちょっとやばい。やばすぎる。やばい。ドローンも出てるよ。誰？で、カルトさん確定っすね。カルトさん確定っすね。死んでんじゃ自爆してんじゃねえかよ。カルトさん学生？確定確定。え、てか誰撃ってきたの？行ってかったんだけど。ベジータ、ベジータ生きてる？俺生きてるぞ。あ、よかったよかった。危なすぎ。よかった。よしよし。え、なになに？ホラさんとベジータ？いや、違うな。ホラさんは今目の前にいるが違うぞ。え、じゃあ誰？だがずっと銃口を向けてきてる。ちょっと、ドローンうぜ！ドローンうぜ！いや、俺とベジータっすよ。そこにいたのか。そこにいたのか。え、マジで？え、ちょっと怖いんだが。いて！あとわずかだ。よし、やろう。あとリュンさんだけだ。あとリュンさんだけだ、やろうぜ。とりあえず、あれだ。トシさん倒したぞ。ナイス！あとリュンさんだけだ。あとリュンさんだけだ。待って、エクタもいる。うん、なるほど。待って、ホラさん大丈夫よね。いや、大丈夫。いや、ドローンがうぜえな。ホラさん？なになになに？スパイではないですよね。え、なんでなんで？いや、ちなみに、ユサカと他に誰が赤くなってますか？赤かったのはカルトさん。おー。うん、ま、カルトさんがスパイですね。なるほど。なるほど。待って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 。敵なんだろう、このディオナ。待って待って待って。え、違うのか？エクタン。ん？エクタン、ダメよ、撃ったら。なんで？豊かさん、ホラさんのチームじゃないのか？俺は豊かちゃんを撃ってるだけだぞ。そうかな、撃たれてんだ、俺は。なぜ、わが、あ、なぜ、わが入って、ホラさんは、ホラさんが、やっつけてしまったぞ。なんでこった？
蘇生をしに行こう、うん、あ、蘇生しに来るのね。大丈夫だ、クリアリングできる広い位置で見てるからな、ホラーさんの死体を。そうか、大丈夫。本気に海に入ってんじゃねえぞ、エクタンよ。海になんか入ってないよ。アヒルとドローンの組み合わせは最悪だな。弾がねえんだよな。あと2発しかねえ。ちょっと弾でも補充してくるか。エクタンを信用していいんだな。エクタンは信用していいぞ。そうだな、エクタンは信用していいぞ。ベジータさん、どこですか？後ろ。後ろだぞ。エグタンは倒したぞ。このディオの背後を取る気か？あと問題はホラさんいたどこにいるんだ。蘇生してあげたいところだが。赤い家の近くだ。そこか。さてさて、まあエグタンを倒したことによってさらにポイントが入ってるはずだ。ごめん、一芸するから蘇生だけさせて。らしいぞ、リュウさん。ちょっと待ってろ。分かった。じゃあ、このディオが10秒数えてやろう。ちょっと、ちなみに、あれだ。あ、待って。オッケー。じゃあ、ちょっと10秒数えてくれ。いや、待ってくれ。じゃあ、目の前で起こしてくれ。俺も一芸を見たいんだ。あ、待ってくれ。蘇生が、ない。え、嘘。ちょっと、死んでくれ。嫌だな。いや、ポイントちょっと足りなかった。やったね。いや、ポイント足りないっていうオチどうよ。ポイント足りなかった。スパイだったですね。いや、俺スパイだったんすよ。スパイだったんですけど。ホラさんがスパイだった。そうそうそう、カルトさんやんね、だって。ああ、てっきり、てっきり。結託してもらうと。思いっきり騙されちゃった。やっぱり、だから俺、ホラさんは狙わなかったんだよね。あ、待った。ホラさん屈伸してたわ。そうそうそう、屈伸してて、それで、で俺トレーターだよって言いながら、リュウさんの前で屈伸してた。疑いながら屈伸してた。あー、くそー。おー、4、3、2、1、イノセント、イノセントです。人間でこのリオ、ちょっと、もし話題がなければ話題というか。あ、じゃあ話題出してください。あれ？なん、爆発したぞ？なんか爆発したよ。え？話題？あ、あれ？話題。このディオが話題振ろうっていうのに爆発したとはなんだ？なんだ？なんだ？話題と言ってもな。何？なんか今、会えたか？会えてるぞ。デンジにやられちゃってる。あ、デンジ何やられてんの？デンジ何やられてんの？声に出して、声に出して、デンジ。デンジのデンジが出ないから。デンジのデンジが。今何やってんだよ。今出して早く。何を何を出すの？デンジが早く。出て出そうでしょ。デンジのチェーンソーがどうなってんの？デンジのチェーンソーどうなってんの？ちゃうから。デンジのチェーンソーどうなってます？どこでやってんの？デンジ。カチカチやでデンジのデンジ。デンジのデンジ。あとこれこれはい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 バイバイ。あ。あ、そういうことか。そう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 。もうさあ、それそれあれ。今はいはい今。あ、出た出た出たいっぱい出た、電池いっぱい出た。最低や。殺しとけ殺しとけこれ。電池ちょっと今日臭いかもしれないけどごめんね。電池ごめんね。何臭いんすか、何臭いんすか。え、ちょっとお魚のイカ、青臭いっていうかね。そう。ちょっと削ったくわ。ちょっと男だから、デンジも男だから。早く死んでほしい。なるほど。イカ臭いのはね。デュオさんなんか話題あるって言ってたけど、話題と言ってもな、やりたいことがあるんだ。まあまあまあ、このステージ始まってまだ、ジャッジメントルーム使ってないだろう。よかったら使うんだ。あ、でもこれ、あれなんすよね。探偵の、クレジットが必要なんすよね。あ、マジ？あ、どうクレジットがいいな。じゃあ誰か犠牲になんないと。だから、ポータルの方がぶっちゃけ、1ポイント使って、使うんだったら。いたどうするどうするこれ探偵しか入れないとこっすよね。どこ行ったのみんな。ここじゃあ、誰、じゃあ、電池入ってもらう。電池入って。電池入ります。電池入るよ。はい、行きますよ。はい、地下ってどこ？どこ？なんか、オッケー。来ましたけど。大丈夫。あー、電池は白。電池白っすよ。電池白。クレジットなくなりました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 。白いの出さんでいいわ。じゃあ、もう、ホラさんは、ホラさんは、あ、もうないの？ポイントない、ポイントない。電池の白がつけただけじゃん。だが、これで、
イノセント側は有利なんじゃないか。でもデンジちょっとダメージ食らってんだよな。いや違う違う違う、俺がけあのあまりにも下ネタがひどいんで削っときましたね。デンジも男だからさ、思春期だから。間違えた。あーこっちか、誓ってこれにしたかったんだ。え、なんかレクタンさん死にかけてないですか、どうしたんですか。ごめんなさい、上から落ちました。あ、落ちた。大丈夫。大丈夫か。ベジータは、ベジータは俺はここにずっといるぞ。あ、いる、あ、いた、いたか。だ、本当はティモティボックス欲しいんですけど、なんか言えない雰囲気だったんで、僕はこのまま。あー、なるほど。ちょっと、結構でバカしたよ。なんだ下調べて、下調べて、下調べて。西野さん、ここ、中央、中央、中央。危ねえ。いやいや、ネクロマンサーか。オッケーオッケー、ネクロマンサー。ネクロマンサーか。やったやった、俺、エクタやった。な。まあまあまあ、トシさん白隠してるから、トシさん白隠してるからだ。あ、透明だった、透明。透明、リュウさんっすね、おそらく。なるほど。透明イコールディオとは、なんだ、侵害だぞ。だって、ディオ、透明なる主能力で。いや、あれ時間止めてるんだ。あんなんだ。なんだ。ベジータもさ、透明になるくない？ベジータ。ベジータ透明になる？あんまならない、なるイメージないですけど。本当に？本当だ。一体誰と間違えてんだ？わかん。あ、じゃあリュンさんじゃないの？これ。リュン落ちてきた。じゃあベジータじゃあと。リュウンさんは落下死しましたね。トレーザーっすね。じゃあもうベジータとカルトさん決闘してもらっていいっすか。任せろ、カルトさんいいよ、俺はスパイだ。王様ゲーム、王様ゲーム。ああ、カルトさん、俺はスパイだ。貴様が投げてる。確証がないんで、決闘してもらっていいっすか。もう俺、ここにいる、ここにいる。ここにいる。俺、リュウンさんやったんで。ちょっと待ってね。ほらさ、いるね。オッケー、オッケー、やり合って、やり合っていいよ。だって、ここは、待って、まあ、ここは私、アウトじゃないですか、絶対。だって、もっと、なんでそこにいるんですか、なんでそこにいるんですか。いや、だってこっち来てるからじゃん。待って、狭いのが好き。スナイパーの出されたらやばいっすよ。スナイパーのやつ出されたらやばいっすよ。スナイパーのやつ。いや、出されたらやばいよ。出せないですもん。足早い、引っ張られてるって。引っ張られてる。ああ、能力で引っ張られて、引っ張ってんのね。まったくミシロンさん、おちゃめなんだからな。じゃあ、ミシロンさん、じゃあ、合図で。はい、じゃあ、いいですか、お二人の。はい。いや、なんで電池真ん中にいるの。ちょっと待って、まだ一応言っとくぞ。俺は一応スパイだ。はいはい。ああ。私は普通。いや、ああ、ああ、おーい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 、やったの。五、四、三、二、一、イノセント。このディオ、ホラさんに密告があるんだが。なんか、この二人怪しいっすね。この二人、ごめん、俺、殺しちゃうわ。ちょっとこの二人調べてもらっていいっすか。もうなんか。閉じた、なんで。これ、調べるのってどうやって出すの？いや、死体を調べてもらっていいっす。もうなんか、この二人、スクワットしてたんすよね。ほらほらもう怪しすぎだもん。なるほどな。大変だったな。でもこれ二人消えた状態で話題出してよかったんだけど ねこれ言いづらいんですけど、めちゃくちゃ、スパイなんですけど。あ、いやいや、もう確定だからいい。二人しゃがんで、なんかお互いトレーターだろうっていうのをなんか合図してたから。じゃあもう話題出さなくていいか、もう。そうそう、もう死んでるんで。いいか。まあ、死んでるときいいや。ネクロマンサーだけっしょ？ネクロマンサーだけっすね。ってことは5分の1。よし。もう、あ、じゃあ俺もう、まあでもまあまあ、ネクロマンサーじゃないとは言い切れないけど、まあ他陣営って意味で確かに、うん、確かに。で、カルトさんがスパイでしょ。はい、スパイです、うん、ってことはベジータ
ベジータリュウさん。いやー。え、どうした？どうした？え絶対あの家でなんか殺人が起きてるぞ。なんかやってたなぁ。おい、ベジータ。エントリーナンバー1番行ってこい。いやさ、もうなんかエクタンさんが、なんかしゃがめってすごい顎でクイクやってきたんすよね。よし、ちょっと全員でやりに行こう。全員でやりに行こう。全員でやりに行こう。よしよしよし。トロさん、ありがとう。え、トッシーさんも、トッシーさんも、どこどこ、いや、ベジータやった、ベジータやった、ミシロンさんやった気がするぞ、あ、やってないわ、ベジータやった、あ、いた、いた、いた、出た、まだベジータいる、光になれー、無理だ、もう、決め打ちされてる、あれ、まだ、あれ、あれ、どこ、どこ、ミシロンさんがここにいる、あれ、ミシロンさんやったよ、いや、あ、ほんと、あれ、あとは、あとは、え、カルトさんじゃない、カルトさんじゃない、違う違う、じゃん、え、ホラさんじゃん、カルトさんだ、カルトさんだ、いやいやいや、ホラさんじゃん、カルトさん、リュウ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 さん死んでんの、リュウさん死んでんの、はい、あ、死んでんのか、マジか、やば、あ、じゃあミシロンさんかエクタンさん、どっちか違ったんだ、え、じゃあ一騎打ちしましょう、いや、もう一騎打ちですけど、もう一騎打ちしましょう、ちょっと出てきてくださいよ、いいっす、一騎打ちしましょう、どこら辺に行きます、どこら辺でやりますか、じゃあ広場で、広場行きます、行きます、行きます、どこいますか、広場いますよ、え、嘘だ、今、じゃあ、じゃあさっきあれっすね、ミシロンさんたちが死んでた、初期一番最初死んでた場所、水のとこ行きます、俺、あ、オッケーです、はい、え、ほんと、え、カルトさんなの、カルトさんスパイじゃないの、え、スパイですよ、え、ほんとに、ほんとほんと、え、だからホラさんでしょ、いや、え、俺違うよ、いいですよ、俺ちゃうよ、 INNOCN と、え、ほんと、どこですか、あ、いた、いた、いやー、負けたー、マジかー、うわー、え、一撃、エクタさん、エクタさん違うの、俺違う、あのね、違うんだよ、俺スパイだったんだけど、うん、あのミジョンさんと同じ銃だから、あ、同じ銃持ってるねってやってたら後ろから殺されたんだよ、もう俺、あ、エクタさんだったんだ、あれか、拡大解釈されたんだな、そう、4 3 2 1、探偵です、探偵です、探偵、探偵、なかなかするごい、ホラさん探偵、はい、まあ、推理力はエイム力はないっすけど推理力ありますからね、僕、あ、おお、もしホラさん話題なければ、うん、この私名、あ、じゃあ話題出してもらっていいですか、あの密告なんですよ、話題って言っても、あ、密告、密告、はい、最近そこのチェーンソーマンがマリオ人狼で手を抜いてる可能性があるんですよ。抜いてない、抜いてない、抜いてない、抜いてないよ。抜いてるのはあれだけだよね。そう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 、週に3回。やめてくれよ、その。いやいや、生々しいな。週に3回とか生々しい。生々しい。そう、やばいんだ。手抜いてるうんのは多分あの探偵のホラさんもなんか思うとこあると思う。どうなんですか、どうなんですか。いや、手は、いや、逆に俺は、あの、いいよ。なんか、他の人とコラボしてるとき、なんか、ガチガチに緊張してやってるから、なんか、かわいそうだなっていう、なんか、こっちの方が伸び伸びしてやれてるから、俺は嬉しいっすよ。そうね、そうね。他のとこだとなんか、ああ、そうですね、そうですね、みたいな感じで気を使ってるけど、こっちではもう、みたいな。緊張る、緊張る。もうなんか、もう1個ずっと、あの、デンジを1個でずっとやってるぐらいね、伸び伸びやってるからね。1個じゃないよ、俺、デンジだから。だからさ、ホラさん聞いてくださいよ。はい、あの、回を増すごとに、突進さん目線の字幕量が減ってるんですよ。いや、それはしゃーないっすよ。それは大変だしね。あのね、編集量してたんだけど、再生数落ちたからちょっとやる気なくなっちゃった。いや、生々しい。生々しい。生々しい。みんな見てくれよな。生々しい。でも、YouTube ってほんとわかんないよね。だって、手抜いたやつが急に伸び出したりさ、あの、うん、手入れ込んでも伸びなかったり、うんうん、もう、デンジお手上げ。ね、お手上げ。
ちょっと待って、いやまあとりあえず言えることはだって唯一、うん、落ちてない人がいるじゃない落ちてないやつがいるんだ唯一落ちてない人はこの3人は確実にびっくりしてるからな、うん、いやいや俺もびっくりして声が出なかったんですよ今びっくりしたと思っていや俺も最初ピックロ見た時そうそうそうびっくりして声出なかったもんそう別レベルじゃねえかそれは、うん、あれなんか誰か死んでる死んでるお母さん死んで俺は生きてる俺は生きてるああああれなんで死んでるの？俺でもピックルじゃないリョウさん。俺でもどうだろう。スパイなのかな。え俺じゃないよ。いやこのディオは白証明できるぞ。何？話題を出したぞ。うん。薄いな弱いな弱いな弱いか弱いな。じゃあちょっとみんな広場に来てもらっていいですか。広場に来てもらっていいですよ。オッケー。ちょっと待ってねちょっと待ってね。いやちょっとピッコロ。ピッコロ蘇生しようとしてない。ピッコロ蘇生。てますよ俺あ、蘇生させないように持ってこうよ。そう。撃たれた、撃たれた。なんか今、リュウさん。いや、これ、ミシロンさんとリュウさん。え、何チェーンソーマンじゃない何チェーンソーマン。何がチェーンソーマンが撃ったの。いや、チェーンソーマン後ろにいるよ、ここ、ホラーさん。ここ。真後ろ。こっちから吹き飛ばって。じゃあ、早めに出しとくよ、首がやばい。オッケー。ちょっと待って、あれ、ちょっと待って。ほら、逃げた、チェーンソーマン。逃げてない。はい。あ、ミシロンさんだ、ミシロンさん確定。ミシロンさんワープした。ミシロンさんだー。じゃあ、エクタンさん一応調べといて、エクタンさん調べといて。リュウさん取れた。いや、違う。リュウさん取れただよ。いや、ホラさんのランダムテスターで。俺、スパイです。そう、リュウさん白だった。そうだぞ。俺、スパイ。いや、ドローン飛んできたち、俺なんか今足遅いんだよな、なんかわかんないけど。あの屋敷にミシロンさんがいるぞ。足が遅い。でかい屋敷にいる。いや、このディオをやろうとは。やべ。誰？三。そう。三。HP3か。やばい。大丈夫ホラさん。はい。ディオです。あ、でディオじゃなかった。ディオじゃなかった。あ、キャラ間違えるのやめてもらっていいですか。デンジ。電磁どうしました？にゃむにゃむ聞こえるぞ、誰だ？いや、俺が食ってます。ああ、探偵です。さすがです。よかったー。いや、ドローン入ってくんのか、こんなとこまで。そう、森の中から入ってくるんだよな、これ。バルト。やばすぎバルト、ザ・ワールド。やばすぎバルト。気をつけてー。トッシンさんとミシロンさんで確定でいいですか？いや、ミシロンさん違うっすよ。いや、ミシロンさんワープしたって。いや、デンジは。デンジ撃ってきた。そうそう、デンジ。ミシロンさんワープしたから。ドローン出してスナイパー撃ってきたから。ミシロンさん確定っすよ。いや、ミシロンさんじゃないよ。いや、違うって、ミシロンさんだって。いや、違うって、ミシロンさんじゃないよ。蘇生されてんのね。ネクロマンサー。あ、無理だ。おっと。きついか。まだドローンがついてくるのか。あのね、ホラさんはね、あっちにいる。最初の方の方。よし、あとはホラさんだけだよ。やばい。よし。こんなものはいらないぜ。あとはホラさんだね。エクタンさんね、ホラさんね、うん、ここにいるから。ここどこ？ここのあのサボテンハウスの中にいるから。あ、サボテンハウスの中にいるの？ねえ、ホラさんね。さあ、どうでしょう。そうか。飛ばせてくるでしょ。やれたマジかよ、ちょっと。やばい。マジかよ、ちょっと。やべ、マジかよ。やべ、あと3発しかねえ。これは行くしかない。エクタン仮になれよっしゃ。5、4、3、2、1。また探偵です。また探偵か。イノセント。うわー、どうした？ベジータどうした？ベジータどうした？ベジータ？お、ベジータ？
ベジータ死んだのか。落下死だな、あいつは。落下死、ちょっとどこ、死体どこっすか、死体どこっすか。どこ？落下死だな。でもなんかわざとらしくない、うわーってなんかおびき寄せようとしてないですか、違う。あ、でも生きてる。ありがとう、カルトさん。え、どうしたどうした、あ、引っかかったのか。あー。カルトさん、カルトさんありがとう。おい、タルトさん。カルトさん、ベタなんだから、カルトさん、ユウさん素手で何してるんすか。え、素手で、あー、普通に銃持ってるぞ、ちゃんと。あ、そんとだ、そんとだ、そんとだ、あれだ、そんとだ、無防備のまま走っていたんだ、すまない。あの、ホロさん、落下しちまって、おいらちょっと腹が減って、腹が減っちまってちょっとチェーンソー使いすぎると腹が減るだ、腹が減るだ。なんかデンジさん、なんかずっとなんか一個さんっぽいんだけど、大丈夫？本当に腹が減ってっから、うん、ホラさんに回復入れてほしいんすよね。いや、回復はちょっとまだ買いたくないな。まあ確かにそれは探偵の特権っすから、うん、じゃあ従うっす。アルドさんどこ？え、なんか打ち合いしません？カルトさんどこ？俺も落ちちゃうから、カルトさんどこ？何どうしたの？え、私？ちょっとカメラつけとこ、怖い。私なんすか？怖い。カルトさんどこ？おいおい、大丈夫か？どんだけー？なんでカメラ落ちないの？誰も生きてもらうんだよ。回復させてあげるから、回復させてあげるから、その代わり一回、あ、どうした、一回。あ、ドローン、ドローンみたいに飛んでた、今。あれ？ドローンじゃん、なんかすごい血の跡があるよ。血の跡？ちょっとトシさん止まってもらっていい？オッケー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 。うわー、早く出て、トシさん！巨大化した、トシさん巨大化した！チェンソーでいけ。やばい。もうちょい、もうちょい、あのチェンソーマン死にます。死ぬ、呼び出して、呼び出して。足早い！今ね、チェンソーマン結構いるとったから、俺。見えた、あ、いる。奥にいる。どこどこ？入るね！ヘッドカーで入れる！でかすぎて入れるよ！なんだこれ！チェンソーマンどこ行った？チェンソーマンやった。エクさんとディオがやったぞ。実は私あれなんですよね。ここまでスパイ？スパイ？あのスパイなんですけど、私あの豊香さん死んでんの知ってたんすよ。で生き返ってるからゾンビなんですよね、豊香さん。うん。なるほど。騙されるな。俺はカルトさんに蘇生してもらった身だ。いや、そんなことは絶対言わないから。絶対言わないから。だなと思ってた。なんか小さい銃持って構えてんなと思ってたけど、ゾンビか。一徳がエクタンは仕留めたぞ。なんで？そっちのお友達のエクタンは仕留めたぞ。これ、リュウさんじゃないのしたら。リュウさんが。リュウさん。え、でもリュウさんね、あ、でもトシンさんやったのは正しいんです。しかも、カルトさんと一緒にいて殺しなかった。いや、私のこと殺さなかったのは味方って思ってたの。いや、でもそっか、トシンさん、え、トシンさんどっち？だから俺は人間側じゃなくて、ミチロンさんがそない。あ、痛い、何、なんかごめん、ぶつかった。え、そこの林の中にいるのは誰だ？サイヤ人の王子ベジータだ。おお、ベジータか。じゃあ安心だな。じゃあここで出します。何をだ？なんだ。ああ、はい、ちょっとベジータ一緒に行こうぞ。よし、行こうぞじゃねえ。行こうぞ。え、なんか待って、あ、近くにいるな。おい、ベジータ構えといた、ゾンビじゃないか。いや、言ったじゃないですか。今頃気がついたのか。いや、あのね、ウヒーって聞こえるんだ、ベジータ。サイヤ人の字はそのこと言うじゃない。やりに行こう。ちょっとゾンビになってたって言ったじゃないですか。いや、ごめんね。やった。やりました。お、さすがだ。あとはリュウさんだけか。マジしょうがないな。じゃあ透明化でごまかすか。マジか、透明化使うのか。で、速度をアップして、ダメプしてくださいよ。速度アップして透明化ロケットランチャー。よし、これでいこう。いや、そう、恐ろしいな。痛い。まだリロードの最中でしょうが。いたんだけど。この国だ。いた、いや！ザ・ワールド！あぶねえ、勝ったー！あぶねえ！ナミスナイス！あぶねえ！おお、よー！よー！イノセント！探偵！お、探偵！エクタン探偵！エクタンさん探偵！
エクタン探偵とか話題だよ。エクタン探偵。ミシロンさんだよ。え、ミシロンさん。え、ディオだよ。エクタン探偵。誰エクタン探偵。ディオだよ。じゃあ、ミシロンさん探偵、ミシロン、まだグレネード、グレネード、グレネード。どこどこどこ。あ、エクタン、エクタン。布団だ。布団がいや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 、それはそれはちょっとやめとくから。ちょいなんかグレネードが、グレネードが。あ、ホラさんにわがまま言っていいですか。あ、なんすか。ディオ、あのホラさんにもいじられたい。ディオ、あー、いじられたい。あ、いじ、あ、わかりました。一回いじりましょうよ。そう、あのなんだっけ、落とし穴のとこ入っちゃダメだよとか言ってほしい。あー、いやいや、俺トレーターだったら言えるっすけど。今なんか、じゃあみんな集まってもらって、みんな、あ、ちょっと待って、集まろう。あ、じゃあ、リュウさん。リュウさん、そこダメだよ。落としちゃダメだよ、ダメだよ。あれ？しかも。ちょ。今のは？弾がね。しかも、危ない。ネクロマンサーやん。ネクロマンサーやん。ドローン。ドローン、こっち。ドローン。いや、トシさんでしょ？トシさんなの？トシさんですね。トシさん買って。ナイス。なるほど。私、スパイです。あ、スパイ！おぉ。いや、カルトさんはさっき、嘘ついたから、俺はちょっと信用してないぞ。いや、それはあなたが勝手に死んだだけでしょ。違う、さっきの、さっきの死であるんですよ。じゃあ、怠慢してもらっていいっすか？いや、いいっすけど。俺はあれですよ。だってもうドローン追われましたから。いや、でも私もドローンやってましたもん。いや、追われてないとわかんないじゃないですか。怠慢してもらっていいですか。わかりました。じゃあ怠慢しますか。じゃあホラさん撃っちゃう。はい。ホラさん撃っちゃう。ホラさん。はい。でも私、あ、あ、ちょっとずるい。ちょっとこれエクタンさん怪しいっすね、これ。え？ああ。やば。やば。やばは俺のセリフですよ。やばは。やばっ。ここまで来れば多分大丈夫だ。くそっ。やりになれ。ちょそれはずるい。やべっ。ああ。それはずるい。じゃあ勝たせて今日。巨大化が負けた。4、3、2、1。あ、探偵です。探偵です。オッケーです。探偵か。お。さあ、じゃあ。トッシンさんちょっと怪しいかな、なんか動きが。いや、ホラさんごめんなさい、本当に最近モノボケっていうか、物忘れが激しくて自分の名前忘れちゃったんですけど。デンジ。あぶねー。なんかすげえふわんふわんしてる。確かにふわふわしてんな。ふわふわしてる。なんか若干ジャンプが変な感じだな。そう。どうすか。あ、また角切るバグがこれ。可能性高いな。あれ、リュウ何してんのそんなとこで。え、トラップ開かない。あ、じゃあ、リュウさんいじっておう。じゃあ、リュウさんダメだよ。ダメだよ、ほらほら。ダメだって。そんな、二人目はダメだからね、絶対二人目ダメ。二人目ないっす、二人目ない。二回目ないっす。二回目ないの、嘘でしょ。二回目ないっすね。嘘、デンジ。いや、でも、死体を探せないからな。そうか。え、これ、美味しいなぁ。でも、あれじゃ、ネクロマンサーじゃないか。トレーターとさすが相方のためにも、死ぬわけないから。いや、わかんねえぞ。だって、スパイとかいるから。いや、待て。だとしてもだ、トレーターとさすが相方の、いや、まあ、悟空とピッコロ、あ、悟空じゃなくてベジータとピッコロが喧嘩してます。ドラゴンボールも言ってんだ。ドラゴンボールもにわかになってるじゃないですか。どっち強いの？
でも言うてこの中じゃ、まあ、我々は一応ドラゴンボール勢だ、うん、そうだそうだ、ちょっと待って、トシーさんめっちゃ怪しいんだけど、どっち強いのってなんかさ戦わせようとしてんのめっちゃ怪しいから、トシーさん蘇生してあげるから一回殺していいわ。スパイ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 、ほんとか、ほんとか、スパイだったら戦わせようとするか、他にスパイいないっすか、他にスパイいないっすか、じゃあスパイ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 でもここ来ちゃう、危ないよ、ここ。最高いない。いやもうないっす、もうない、ここ開かない、開くのマジ、ピッコロや、ピッコロや、ピッコロや、ピッコロ殺していい、ピッコロ殺していい、ピッコロ絶対殺して、俺サメ持ってるから殺せ、ピッコロ殺して、ピッコロ殺して、いや俺違う、イシロンさんはネクロマンサー説がある。違う、俺イノセント、俺イノセントです。ほんと逆から読んでみよう、逆から読んでみよう、逆から TNECONNI、 クソ言いやがった、ま、マジでピッコロは豊さんがトーマス撃ったの見た。え、俺は、INNG アニ、イノセント、アマンガス、アマンガス、ちょっと待って、なんで俺の方に向かって出た、お前貴様、え、仲間に貴様ってことはやっぱあの二人なのか、だ俺じゃないって、え、あれ、ホラさん、ピッコロが味方ごとやったらしいです。あー、よし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 、じゃあ、あとはエクタンさんやれば終わりってことですね。いった、めっちゃ食らっちゃった、そこにいる、ミンシロさん、ミンシロさん、そこそこそこ、ミンシロさん、やべえ、あー、はいはい、あー、くそ、ちょ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 、曲が長いな、長いね、サメ持ってるから、か 足が超おっせんだよな、いや、くそくそ、やべ、ほら、ゴミー、ナイスー、ごめん、4、3、2、1、イノセント、イノセント、イノセントです。ちょっとさ、みんなに聞きたいことあるんだけど、はい、うん、ちゃんと俺のキャンプ動画第3弾見ましたよね。見ました、見た、見た、見た、じゃあ、ドリームクが見ましたよ。感想を言ってってもらっていいですか。やっぱ、誰から行きますか、誰から行きますか。じゃあ、チェンソー、チェンソーから。僕これもうまとめて言っちゃうとあれなんだけど、カニとかよりもポップコーンがめちゃくちゃ面白かった、ホラーさん。何よりもポップコーンがおもろかった。なるほど、ポップコーンっすね、これでもね、あんまり詳しい内容を言うと次が言いにくいと思うから、うん、あ、確かに、ポップコーンにしときます。ホラさんイコールポップコーン、ポップコーン、僕イコール、俺イコール、教わる、じゃあ、じゃあ次、じゃあカルトさんあたりで、いや、私あのお米炊くときに、うん、なんで下に水入れて上の米に水少ししか入れてないんだろう。そりゃ、いや、そりゃ硬いよなと。いや、上に水行くかなと思ったんすよ。上に水行くのかなと思って。ちょっとバカでした。めっちゃ面白かったです。私は。はい、はい。ありがとうございます。じゃあミシロンさん。はい。まあ、俺はね、もうあの、ガチ勢なんで、いっぱい言うことあるんですけど、やっぱりちょっとあの、トシンさん見習って一個だけなんですけど、はい、あの、まあ、今回もテント倒れたじゃないですか。俺、これ、テント倒れんのかな今回もって思って見てたら倒れてって、でも、ホラさんあんまり最初の時点では、あんまり触れなかったじゃないですか。はい、で、その後別画面になった時に、倒れてるテントが映ってて、はい、めちゃくちゃ笑っちゃったんですよね。ありがとうございます。面白かった。じゃあリュンさん。あ、ディオはですね、やっぱホラさん途中でね、あの女性の方がいらっしゃったじゃないですか。はい。だから女性と会話が久しぶりだったのが、はい、めっちゃくちゃなんだろう、恥ずかしそうに、なんていうんですかね、ちょっとシャイな感じが、なんか少年が出てましたよね。いや、女性慣れしてないんですよね、僕は。オスになってた、あの、でもなんかすごく楽しそうな絵がね、売、うん、ってたので微笑ましい気持ちになりました。はい、なるほど。じゃあ、ゆたかさん。俺はそうですね、まあ、ちょっとホラさんが炎の扱い方をものすごい慣れてるような感じがして、本当ですか、本当ですか。いや、毛ガニを焼くときにものすごい炎が出てたなっていうのが印象的でして、はあ、
またあのカニもうまそうだなっていうのがありましたら、あーありがとうございます。いやー、うまかったな、あれは。ただ俺それはやっぱ炎がものすごい燃えてたなっていうのが、いや、そうですね、あの焚き付けがすごい燃えたんですよね。そう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 、ちょっと前回からさらにっていうのがちょっとあったんで、いやすごいなと思っておりました。じゃあ最後、ちょ、エクタさんどこにいます、どこにいます。空飛んでますね。そうだ、ちょっと来てもらっていいですか、来てもらって。ちょっとそんな飛んでる場合じゃないでしょ、あなた。はいはい、退屈って証拠じゃん、それ、なんかこの話。退屈だから飛ん。じゃあ。そんなことないですよ。じゃあ、最後に感想。はい、あ、やっぱりそうですね、ホラさん、ポップコーンすごいなって。ホラさんはポップコーンだなっていうのを。被ってんだよ、被ってんだよ。いや、これ、ホロさん、これ、蘇らしてあげないと、これ、あとって言ってたんで、あとなんかあったんじゃないか。あとなんかあった。蘇生、じゃあ、あの、ネクロマンサーの人、蘇生してあげてもらっていいですか。パックが、これ。ネクロマンサーの方。パックで飛んでたのか。あ、ネクロマンサーの方、ネクロマンサーの方、行きましょう。これ、あと2回蘇られるらしいです。2回蘇られる。あと何、メインディッシュの残ってか、メインディッシュが。あと何、メインディッシュあるでしょ。まだあるから、ね。あと、やっぱり、カニとかじゃなくて、やっぱりね、ホタテを焼いた方がいいんじゃないかな。あれやっていいんじゃないですか、やっていいんじゃないですか。やっていいよね、これやっとこう。マジか、許せないな。すげえだろ。カルトさんがヒント言ってただろうか。ひどいな、もう。この人は。まあ、もう一言もらおうか。じゃあ、もう一回蘇生、して。ラストチャンス、あ、2回。なんかね、あれ同じ人はダメみたいです。いや、同じ人はダメみたいな。できなかったっけ？できなかったっけ？できないな。え、できなかったっけ？それだ、あの、ポイント欲しかったら俺やっていいっすね。あ、じゃあ、俺が蘇生しますね、そしたら。俺が蘇生します。なんだ。ちょっと勝ちたかったのもあったんで、ちょっとあんままだ黙ってたけど。まあいいや。もういいや。ちゃんと人狼ゲームしようとしてた。人狼ゲーム。そして。はいはいはい。え？ねえ、もちろんそれはあれですよ。ホラさん、パンツの柄は何ですか。あ、いや、見とけよ、映ってたろ。エクター意外と本番に弱いんだな、これ。エクター、弱いっすね。